ビリエナは、スペイン・バレンシア州アリカンテ県のムニシピオ、標高505メートル、アルト・ビナロポ群の中心都市である。アリカンテ県北西部にあり、北西でカスティーリャ・ラマンチャ州アルバセテ県と、西でムルシア州と、北でバレンシア県と接している。面積は345.6平方キロメートルであり、 2015年の人口は34,361人である。ビリエーナの航空写真ビリエーナは、アリカンテ県北西部のアルトビナロポー群に位置し、自治体内をビナロポー側が流れている。バレンシア州、ムルシア州、カスティーリャラマンチャ州を結ぶ重要なルート上に位置し、ビリエーナ回廊、またはビナロポー回廊と呼ばれる。戦死時代から重要性を持っていた回廊であり、 ローマ街道の一つであるアウグスタ街道はこの街道からメセタに入った。自治体の面積は345.6平方メートルであり、アリカンテ県で2番目に広い。ビリエーナには旧市街や歴史的遺構が残されており、2つの城、7つの教会、いお、宮殿、広場、ホセマリアソレール考古学博物館などの博物館がある。 ルペルトチャピ若手翻訳家コンクールなどが行われている。中期旧石器時代にはこの地域に人類が居住していた痕跡が確認されている。ビリエーナ地域は青銅器時代に重要な役割を果たし、初期の夜勤技術の発展に貢献した。青銅器時代の遺跡として、ビリエーナの中心地から2キロメートルの距離の丘の上に壁ソレドンド遺跡があり、 紀元前1500年頃から紀元前1100年頃の壁ソレドンドはこの地域の中心地だった。ビリエーナコードファンフランマヌエル西号島王国時代やそれ以前から町があったかどうかについては議論がなされている。8世紀初頭にイスラーム教徒のウマイヤ朝がイベリア半島を征服するとビリエーナの町はメディナビリアナと呼ばれた。713年に ムーア人とキリスト教との間で結ばれたオリウエラ条約ではメディナ・ビリアナを含む7つの町が言及されている。13世紀前半にはアラゴン王ハイメ一世がこの地域を再征服した。1151年のトゥデイレン条約と1179年のカソーラ条約ではカスティーラ王国がビリエーナの権利を留保していたはずだったためハイメ一世の再征服後には カスティーラ王国とアラゴン・カタルーニャ連合王国の間に緊張が生まれた。このため、両者は1244年にアルミスラ条約を結び、ビリエーナはカスティーラ王国の領土となった。1304年にはトレイアス条約が、1305年にはトレイアス条約の改定版であるエルチェ条約が結ばれている。キリスト教徒による再征服後にはビリエーナは、 ビリエーナ領の中心地となった。封建領主の領有地、ドンフアン・マヌエルなどの公爵の領有地と移り変わり、最終的には公爵の領有地となった。15世紀後半にはカトリック領王に先導され、ビリエーナの民衆は公爵に対して反乱を起こした。1525年、カルロス一世はビリエーナの死の称号を認めた。この時期は、 ビリエーナの経済は最も繁栄する時期であり、モーニュメントによって今日でも伺い知ることができる。1859年のビリエーナ市街地1858年にはビリエーナに鉄道駅が開設された。20世紀初頭のビリエーナには多くのワイナリーがあり、生産されたワインはアリカンテの港から輸出された。外虫フィロキセラの蔓延。 経済危機、ボトルワインの導入などによって20世紀前半にはドウ栽培面積やワイナリーの数が減少した。1960年代に農村からの人口流出が起こるまでは農業主体の経済が維持された。それ以後の経済モデルは急速に変化しており、今日の経済は第3次産業や第2次産業が中心である。 近隣のエルダやノベルダ同様に靴の生産が行われているほか、洋業、家具製造、ワイン生産なども行われている。ビリエーナの財宝、1959年、ビリエーナ出身の考古学者、ホセ・マリア・ソレール・ガルシアによって、古代に居住者がいたカベソレ・ドンド遺跡の財宝が発見された。カベソレ・ドンド遺跡の財宝は、ティアラ、指輪、ブレスレット、 ペンダントなどの宝飾品35点からなる。1963年12月にはやはり、ホセマリア・ソリエール・ガルシアによって、ビリエーナから 5km の場所に隠されていたビリエーナの財宝が発見された。イベリア半島で発見された、最も重要な古代の財宝であり、ヨーロッパで見ても、ギリシャのミケーネの王病で発見されたものに次ぐ、財宝である。ビリエーナの財宝は金。 銀、鉄、琥珀で作られた59点からなり、計23.5カラットの金を含み、その総重量は 10kg にも達する。金製品には11個の鉢、3個の瓶、28個のブレスレットがある。鉄製品は、イベリア半島最古のものであり、鉄が貴金属であるとされた時代と一致するために、改造された。考古学者はこれらの宝物が、 紀元前千年頃のものであると推定している。ビリエーナの財宝は、ビリエーナにあるホセマリアソレール考古学博物館に展示されている。マドリード、アリカンテ、日本の東京と京都でビリエーナの財宝に関する展覧会が開催されたことがある。盲ロ人とキリスト教徒スペイン各地、特にバレンシア州南部では、多くの町で、盲ロ人とキリスト教徒と呼ばれる祭礼が行われる。 9月に開催されるビリエーナのそれは、スペインの中でもひときわ賑わいのある祭礼であり、スペイン政府観光省によって、国民的重要観光祭礼に指定されている。毎年8月には、レジェンダスデルロックと呼ばれるロック、ヘビーメタルフェスティバルが開催される。1922年には、サッカークラブのビリエーナ CF が設立され、 1949から50シーズンから1954から55シーズンまで6シーズン連続でテルセーラ・ディビシオンに在籍した。ビリエーナ CF の後継クラブの CD ビリエーナは1974年にテルセーラ・ディビシオンに昇格し、計1 4シーズンをテルセーラ・ディビシオンでプレーしている。この2クラブの最高位は1951から52。 シーズンのテルセーラディビション2である。テニス選手のフアンカルロス・フェレーロはビリエーナ出身であり、当地にフェレーロ・アカデミーを設立した。ギレルモ・ガルシア・ロペスはこのアカデミー出身である。アベニューのビリエーナ・アルタ・ベロシダ駅1858年には、マザシャがマドリードとアリカンテを結ぶ、鉄道路線を開通させ、この時にビリエーナ駅が建設された。1941年には、 フランシスコ・フランコ総統が鉄道国営化政策を取ったため、レンフェが路線を引き継いでいる。アリカンテ都市圏とムルシア都市圏にまたがって運行されているセルカニアス、ムルシア、アリカンテはビリエーナ駅までの延長が検討されている。自治体北西端部のラインシーナ地区にはビリエーナ駅と同時にラインシーナ駅が設置されている。この駅はマドリード方面から来た列車が アリカンテ方面とバレンシア方面に分岐する駅であり、マザ社の路線とアベット社の路線の境界だった。2010年には、マドリードとバレンシアを結ぶ高速鉄道アベニュー、レバンテ線が開業したが、2013年には、クエンカから分岐して、アリカンテに至る路線が開業し、アルバセーテ駅とアリカンテ駅の間に、ビリエーナ・アルタ・ベイロシダ駅が設置された。ビリエーナ・アルタ・ベイロシダ駅は、 ビリエーナ市街地や既存のビリエーナ駅から南に 6km の場所に設置され周囲には畑地が広がっている将来的にはバレンシア駅とビリエーナアルタベロシダ駅も高速鉄道で結ばれる予定であるアタラジャ城外の東側にあるビリア山地からのパノラマビリエーナ領主エスカローナ領主ペニャフィエル領主だったドンフアンマヌエルの生誕800年を記念して 1982年にビリエーナ、エスカローナ、ペニャフィエルの3自治体が姉妹都市提携を行った。ありがとうございます。